ちらがゼップ福岡、そしてペイペイ、ペイペイドーム、ザ・ホークスの開幕も待ち遠しいところですね。ということで、どうも大分の高千穂館です。さあ、やっと来ました。年に一度ですね、ディーンライブジョイプレイク22オールアルゲストライブにやってまいりました、神田。ということで、いよいよ福岡公演に参戦いたしました。まあ、ディーンの皆さんですね、まあ、ちょうど1年前のライブツアー、ブレイク21の時以来、いやかれこれもう1年ぶりですね。長かったです、ほんと。いやね、まあそれまではだいたい 2,3 年前まではこう年に 3,4 回ぐらいこう会ってたんですけどね、ちょっといろいろあって、まあ東北とかでねツアーされてたらしいんですけど、やっぱ1年ぶりやっと会えます。もうね、楽しみでございます。でも今回ですね、まあ今日は福岡で午前中にキミカさん見て、そして午後足立かなちゃん見て、そしていよいよ大本命のディーンの皆さんにお会いするわけでございます。ね、やっとこの1年か待ってました。ということでですね、まあ、福岡公演、まあ、内部中は撮れないんですけども、写真撮影タイムがたまると思いますので、それをご紹介して、また家に帰ってからご紹介したいと思います。それでは楽しんでいきます。というわけでですね、今帰ってまいりました。今ライブ T シャツ着てますけども、興奮冷めやらぬ中解説いたします。ただいま深夜の1時でございます。これでもね、あの当初よりか1時間早い特急列車に乗って帰ることができましたからね。まあですね、今からその瀬戸利をですね、もうご紹介いたしますが、もうね、とにかくいろいろ語りたいんですけど、手短にご紹介いたします。まずですね、今回まあ2時間半ございました。そしてですね、まあアンコール1回と、そしてですね、ダブルアンコールはもう今ありませんね。去年も福岡がラストでしたけども、最終日ですが、ダブルアンコールなしでアンコール1回のみで行われました。で、曲についてはですね、全部でですね22曲ございましたですね。まあ25周年の武道館とかですね、その後のブレイク21については結構もう歌ばっかしでほとんどトークなかった、いわゆるアブロナミちゃんスタイルだったんですけども、今回は割とまあトークも入れながら、そして、アンコール時には商品紹介、そしてあのシャッターのですね写真のコーナーがございました。で、ZEP 福岡でございますが、まあ、あいにく満席ではなかったようですが、ほぼ、けど8割ぐらい埋まってた印象です。で、今回ね、私で2階席だったんですよ。まあ、やらかしたと言ったあれですけども、まあ、これが全てだとわからないんですが、実はファンクラブ10年目にしてですが、初めてファンクラブの先行申し込み忘れてました。ですから一般の先行で急いで取った席でございますので、まあ、2階席でした。去年の21の時はですね、前から3列目のど真ん中でもう池森さんの丸見えでいい位置だったんですけど、なかなかですね、うまくいかないですし、そういうね、結構最前列の時、まあ、大分の47都道府県ツアーも2回やってますけども、とか前の席に限って、なかなかね、このね、スマホでこう、実はディーンのライブってこう、スマホでですね、こう、写真撮ってそれ SNS に上げていいですよっていう時間帯があるんですが、なんかそれがね、大きな時に限って私、後ろの席とか2階席で悔しいんですけども、まあ、それはともかくですね、22曲ございました。まずですね、最初のオープニングと2曲目が、ボヤージュという曲と、ラブミーという曲でございます。これどちらもですね、まあ、アルバム曲、1998年に発売の4枚目のオリジナルアルバム、The Day に収録されておりますし、2曲目のラブミーはですね、君がいない夏のですね、カップリング曲でもございます。実はご存知の方もいらっしゃると思いますが、この2曲 で1、2で始まるのは、実はブレイク、13、13ですね時と同じなんですが、この時と違うのが、いずれもなんと、元気でやってます。今回ですね、結構古い曲もありますけども、全て元気で歌ってるのがすごかったです。結構まあ池森さん50歳超えて、山根さんも53歳ですかね。ですけども、20代前半の頃の曲にも合わせてますね。で、結構高い音も出てますし、もう音声量もすごいんでですね、ほんとライブではすごいですよ。これはね、テレビの生中継などでできればもう、もっとすごいと思うんですけども、非常にまあそういう意味でもファンタスティックな楽しい回でした。
で、ですから前回 のブレイク13の時はですね、キーを落としてたようなんですけども、今回はですね、元気で、しかもこのボヤージュっていうのは隠れた名曲で、まあ、バラードですし、ミュージックビデオもあるのでぜひご覧ください。そしてラブミーもですね、これはハードロックでございますので、もう池森さんウキウキでこうベースも聴いててかっこいい曲でございます。で、続きまして3曲目に、このまま君だけを愛されたい、もうデビューシングルでね、ミリオン達成しております。オリコン史上初だったと思います。デビューシングルがミリオン達成したのを始めたのがディーンで、このまま君だけを愛されたい、ポケベルの曲でございました。これも元気で歌ったのがもう感動的でした。声出てますし、本当25周年の武道館、巨匠像最後の曲を思い出します。で、4番目の思いっきり笑ってが、これが1994年のファーストアルバムですね、ディーンというアルバムの中に収録されているバラード曲で、これも元気、思いっきり笑ってもう結構有名なアルバム曲で人気なんですが、まあ何度もカバーをされていましたが、やっぱり私はね、オリジナルが好きですね。こう高い声で声を伸ばして、思い切り笑って、こうためずにというかですね、本当あどけない感じが私は好きです。5曲目が言葉で伝えたくてという曲ですが、これ2013年デビューして、20周年目の時のですね、ベストアルバムかなんかのアルバム曲だったと思います。大政あゆさんが出演されている、多分 NTT 北海道か東日本かの電報の CM のテーマソングでしたし、ご存知の方はですね、ミュージックビデオに吉田沙保里選手が出てるんですよ。国民優勝も取られた霊長類最強の女子でございますけども、そういうところでも話題性もありますし、メモリアルな曲でもございます。ミュージックビデオの池森さんの目が本当キラキラして可愛いですね。僕たちの、この横の顔が本当私好きですね。続きまして、6番目が、未来のためにです。1995年発売の7枚目のですね、オリジナルシングルです。初登場1位でしたし、プロ野球のテーマソング使えてました。これが縁で千葉ロッテマリーンズのボビー・バレンタイン監督がディーンのファンになりまして、そしてバレンタイン監督とですね、ディーンが交流をずっと今も続けているということでございます。私が初めて武道館に行った2011年の武道館の1曲目がこの未来のためだったんですけど、いきなりアカペラで始まりますからね。未来のために信じて、まあ、全部歌えないですけど、これ大歓声ですね。まあ、阪神大震災の応援ソング、復興の応援ソングでもあったそうですし、今回その時は東日本大震災が起こったばっかしで、開催もやっとされたというところで、この1曲目は本当私痺れました。で、7曲目が Just One という曲です。1999年発売の、これもシングル曲です。この曲もう20年前になるんですね。私がまあこれブレイク4のですね、がまあ大分でも行われまして、で大分で流れてた CM で使われてたのがその Just One という曲で、その時のまた池森さんがかっこいいんですよ。こうブレイク3の映像で髪がちょうどツンツンヘアに単髪に戻されて、これで、もう私単髪の池森さん大好きなんで、でツンツンヘアまごわれてました。ほんとかっこいいです。君を忘れないとか言ってこんなことをこうやって歌ってて、ほんとかっこいいですし、このね、結婚式におすすめしたいバラード曲でございます。ミュージックビデオもほんとですね、磯の上で撮ってて、ほんとほのぼのとしてますし、荒々しさもあるし、池森さんも確か好きなミュージックビデオとおっしゃってました。このジャストワンの時の池森さん、ほんとツンツンヘア、ジャケットかっこいいですから、ぜひ見てください。中学校の時これでも憧れてたんですよ。今なんかプロレスラーみたいな感じになってますけどね。で、続きまして8番目が少年という曲ですね。これもね、ほんと皆さんに聴いていただきたい名曲でございます。これはですね、同じく先ほど出た未来のためにの次のアルバム、シングル、95年の8枚目のシングル、ラブフォーエバーと少年と両 A 面の曲なんですけども、まあこれはどちらかというと、まあその B 面に近いところもあるんですけども、この少年という曲、アルバムアイビッシュにも入ってますけど、一度聴いていただきたいですね。大人になってこうね、ネクタイ結んでありきたい日々過ごしてるけど、頑張ってね、
あいつの瞳でこう応援されてるというかね、本当この時系列を超えてる曲というかですね、時をこう繋いでる曲っていうの本当私好きで、でこれまたいいバラードで、これをまた原曲で歌ってくださったっていうのも本当嬉しかったですね。かっこいいですよ。これ難しい曲なんですよ。で続きまして9番目日曜日という曲ですね。これですね、こちらはこの次の出た一人じゃないというシングルの、確か B 面だったと思います。カップリングでこれもね本当ほのぼのとしてますし、これはもう何回もカバーもされてるんですが、やはり私もオリジナルのあどけない感じが好きですね。歌詞もいいんですよ。特別な日ではなく、なぜか急に君に会いたいってね、この日曜日ね、本当特別な日じゃないんだけど、なんか会いたくなる、なんかね、それが日曜日だっていうね、本当日曜日の昼下がりに聞いた方がいいですね。それ聞いてこうアベレージを聞くっていうのがまたいいかもしれないですね。続きまして10番目が白い記憶という曲ですね。これもね、ほんとマニアックな曲なんですが、2007年に、ね、発売された季節をテーマにしたカップリングコンセプトシングルのアルバム集の中に収録されてまして、まあこの白い記憶というのと、もう一個今回歌われなかったんですけど、I Promise You っていう曲ですね、バラード、どちらもバラードで、I Promise You は相川翔さん主演の映画 SS のテーマソングになったんですけど、これ聞くと本当2007年のこう冬の夜の思い出を感じますね。まあこの2007年というのは大学にね、ちょっと私秋口いろいろちょっとあって人生悩んでた時に、まあ、47都道府県のツアーがあって、まあ、熊本に初めて、まあ、私熊本大学行ってたんですけど、で初めてディーンのライブ生でディーン見て、で最後にスマイルブルー歌っていいなって思ってたあの頃思い出すんですね。その頃その後に出たアルバム曲ですので、なんか2007年の冬、こうちょっと切ない思い出もありますけど、すごい思い出ポッと、ジャケットもね、夜のイメージした黒いカラーのジャケットで、その印象もありますね。で11番がひまわりという曲なんですね。これ2015年か16年忘れたんですけど、ディーンの夏歌だけのアルバムですね。君がいた夏だったと思いますけど、その最後の曲なんですね。これまあ切ない曲なんですね。1年間、まあ多分お別れの曲なんでしょうね。あれから1年経ってまた君はひまわりだという曲ですけども、まあ、余談ですがディーンにひまわりといえば、あとひまわりの咲く丘というアルバム曲もおすすめです。これ確か2010年のクロールに入ってたと思うんですけども、これ実はボーカル池森さんではなくて、リーダーキーボードの山根浩二さんが歌っているですね。本当声が高い声でしっとり歌い上げている曲で、お墓参りの曲なんですけど、これもね本当生で聴いた時ジーンときました。胸にディーンとくるです、ね、これ公式ですかね、胸にディーンとくるっていうのは2005年のです、ね、アルバムザ・ベスト・オブ・奇跡かなんかのですね、キャッチコピーでしたけども、はい、話逸らしまして、逸らさないで、ね、12番が夢であるように、もうこれ定番ですね。1997年発売のオリジナルシングルで、そしてテイルズ・オブ・デスティニーのテーマソングでした。これ本当根強い人気で、まあ、私のがですね今年33から34になるんですけども、この世代ドストライクですね。小学校5年生で、私もテイルズ・オブ・デスティニーやりました。でディーンが出てくるイベントがあるんですよ。でさらにそのディーンの出てくる、まあ、イベント、コンサートの場面があるんですけど、裏技があって、でコンサート終わった後楽屋で池森さんに話すとすごいことが起こりますよ。で続きまして13曲目、ここからですね、グルーブメドレー、まあ、ロックメドレーというかアップテンポな メドレーですけど、フルで全部歌います。で13番のね、この曲皆さんにぜひね聴いていただきたいのがスマイルブルーという曲でございます。これもまあシングルなんですけど、負けシングルですね。ちょっと特別な扱いの、ほんと夏の爽やかな曲で、2007年にリリースされたんですけども、ミュージックビデオが沖縄で撮ってまして、ほんと爽やかで、ミュージックビデオもいいですし、曲も爽やかで、池森さんもね、髪短くされてまた爽やかですし、この曲で私ほんと、先ほど申し上げましたが、ちょっと大学2年の時でちょっといろいろと、失敗もあって落ち込んでた時に、このライブで47都道府県ツアーでスマイルブルーという曲を生で聴いて感動しました。
もともとそのスマイルブルーはこう1万キロドライブしながらいろんな、ね、遠距離恋愛のあの子に会いに行くっていう曲で、ちょうど翌年がそのデビュー15周年で武道館するから、その前にリンの皆さんが各全国各地のリンフレンズの元に向かって、ね、来年は日本武道館に来てくださいねという意味での作ったスマイルブルーという曲なんですね。でこの曲は、私実はあの地元で NHK のの自慢大会がですね、もう5年ぐらい前にありました。その予選で歌った曲なんです。でくしくもその1週間前、私あの前回恋心という多分ブレイク19ぐらいだったかなの時のゼップ名古屋の公演に行ったんです。初日の夜ですね。でその時あのライブが終わってハイタッチがありました。でその時にD のメンバーに言いました。私と池森さんに、僕あの来週のど自慢で NHK のど自慢の予選でスマイルブルー歌いますって言ったら、池森さんがおマジでもう頑張れよって肩叩いて激励してくださったと、本当嬉しかったですね。あので隣で山根さんが、ああ本当ありがとうございます、うーんってしみじみされてるのリーダーらしいですけど、本当この曲ね、この曲だけ本当長くて申し訳ないですが、それだけ思い出がある曲です。皆さんにぜひ聴いていただきたい曲でございます。で続きまして14番が君さえいればでございます。1998年の、シングルでございます。中華一番のアニメのテーマソングですね。私もそれこそ 4,5 年前にですね、まあ鹿児島と宮崎の青年にですね、ちょっと青年の仲間とお話ししてまして、僕ディーン好きなんですよって言った瞬間、この時初めてでしたね、あの中華一番の曲でしたねって言われてて、あのまあ実は大分では放送がなかったんですが、まあ鹿児島宮崎と南九州であったんでしょうね。あの結構ディーンって言えばあのね、このまま君だけ呼ばされた瞳さらたねで夢であるようにとか出てくるんですけど、いきなり中華一番君さえいればで有名ですよねって言われて、おーってきたの覚えてますね。これもね、ほんと盛り上がる曲ですよ。で続きまして15番の眠ったままの情熱、これはあの1998年発売の4枚目のオリジナルアルバム The Day に収録されてまして、これほんと盛り上がるんですよね。ここら辺からあの振り付けがどんどん入ってますね。チャンチャンチャンチャチャンチャチャンチャンってこうアウトローとか間奏で踊った後、眠ったままの情熱プンプン有力で、本当ね、これ盛り上がる曲です。武道館でも本当入ります。で続きまして16番、もうこれも有名ですね。一人じゃないです、シングル曲でございまして、ドラゴンボール GT のエンディングテーマでございました。もう私たちがちょうど世代でしたね。ねオープニングがだんだん心控えていく、フィールドオブビューさんで一人じゃないで、よくあのディーンとフィールドオブビューが混同されるっていうのはもうディーンファンあるあるなんですけども。これも元気で歌い上げてですね、君の家が見えてきたってこうあのサビに向かうブリッジっていうところですね、こうやって歌って最後一人じゃないとかね、かざすのがもう定番でございます。で17番が、もうこれはもう有名でしょ、瞳そらさないででございます。1994年発売のシングルでポカリスエットの CM で使われました。色彩さんのですね、私がまあ小学校2年でこの曲をまあそのポカリの CM で聴いて初めてディーンを知りました。もちろんその瞳そらさないでの実はあの CD の販売の CM も見たことあるんですけど、その頃からもう池森さん好きで、あの当時福岡翼さんにもちょっとねいらっしゃったんですけど、かっこよくてでいい声でございました。これをね元気で歌ったんですよね。あのもう日本武道館25周年武道館でも奇跡を起こしたんですけど、今回もねほんと高音出てましたし、最後の大サビ心伝えてとか、いつまでも君がそばにいてくれると最後まで歌ってました。これほんとスムーズに出ててもう感動しました。そして18番目がこれでロックメドレーが最後なんですが、バーニングマイソルという曲ですね。ラテンの盛り上がる曲、あの火がつき今度メラメラしような魂をってこう振らすね、手で揺らす振り付けもあるんですが、これはあの先ほどご紹介したジャストワンという、まあ、バラードラブソングのカップリング曲で、こちらは本当激しい盛り上がる曲です。何年か前、数年前の、ツアーでの最後、あの大阪ベイサイドゼップの
に私参加したんですけども、ダブルアンコール、最終日だったね、ダブルアンコールがあって、でダブルアンコールがのバーニングマイソウルだったんですね。こう踊ってたんですが、ただね、私フェリーの時間があったんですよ。九州に帰るフェリーの、でもギリギリだった、大阪に、ね、南港に行かなきゃいけないという時で、だからもう出口付近でこうやって吹きがつきそうなってこうやってやって、だからこのまま帰ったの、出ていったの思いますね。外出たこう柳沢慎吾さんみたいにうーみたいな感じになってましたけどもね。はい、で19番目、これがまあ、いわゆる一部の最後の曲ですが、打ってからってバラードになります。愛という曲ですね。愛てん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 という曲です。もうこってこてのラブバラード、これほんといい曲なんですよ。2002年発売の、アルバムプレイ、祈る方のプレイの収録されている曲ですね。このプレイというね、アルバムはディーン、今までのその爽やかだったディーンから一気に大人っぽい AOR 路線に、まあ、3、4年ぐらい行くんですね。だからサウンドもすごいですし、本当シンセサイザーとか聞いた大人っぽい曲です。でこの愛という曲ね、もう私が歌うと全然様じゃない、ダサいね、私が歌うとキザな歌なんですけども、池森さんが歌うとこのね、僕の胸でお休みとかですね、歌詞が本当かっこよく決まりますね。余談ですけど、このプレイ、この愛が出た時が多分池森さん33歳から34歳ぐらいになる時ですね。ちょっとひげが生え始めて、髪をちょっと伸び始める子になるんですけど、だから今の私と同じ時の池森さんがこの愛とかね、バースデイブ、今回歌わなかったですけどとか名曲を歌ってたってなると、もう全然違いますね。私今ね、同じ池、その時と同じですけども、恥ずかしながらですございます。でここで一旦終わってアンコールに入ります。アンコールが3曲です。全体でいう20番目が、この新曲を出しました、そばにいるだけでというですね、これがね、まあ、ディーン史上、シングル史上初めてのこう超ロックな曲らしいですね、曲なんですね。今回です、初めてその配信だけの限定のシングルでございました。先日の2020年の1月の29日にリリースされました曲で、一回私も別で動画も撮ってますし、公式とかでも見てほしいんですが、まあ、池森さんがね、そば好きで今相当有名ですからね、どうしてもヌードルのそばとかかけてるんじゃないかという感じもしますね。で余談ですけど、そばといえばもう一個ですね、2009年発売のラブソングのオリジナルアルバム、ですね、ラバースコンチェルトの中でも、そばにいるからという、まあ、ほのぼのとしたアップテンポの曲もございますので、そちらもね、いつか聴いてみたいですね。大空に手を伸ばせばって、もう歌いよってあると時間がかかりますね。次アンコールの2曲目、全体21番が広い世界で君と出会った、これもね、元気で歌われたんですけどもね、珍しい曲で、カバーだけ答えてるんですが、1994年のそのファーストアルバムディーンの中の1曲ですね。このほのぼのとした感じでですね、これもね、ディーンというアルバムをね、こう26何年前ですけど、やっぱ今聴いてもね、爽やかですよ、ほんと昼下がりの曲でですね、こういう甘酸っぱいのもなんかいいなと思いました。で最後ですね、22番、ほんと全体のラストが、これね、まあ、ちょうど今年が東京五輪ということでもあったんでしょうけども、銀色の夢ですね、オールオーバーザワールドという曲でございます。長野オリンピックの時のボランティアサポート、ね、ボランティアサポーターへの公式ソング、応援ソングということで作られました。今回ディーンの、ボーカル池森さんがアコースティックギターで演奏しているのですね、が見どころでございます。もともと中学校時代、こう文化祭でギター持って長渕剛さんを歌ってらっしゃったんですね、池森さん、まあ、その意味もありまして、この曲ですね、本当歌詞を見ると本当ね、鼓舞されるというか、特に2番の歌詞とかいいんですね。世間に嘘つけてももう心に嘘つけないとかですね、 LINE を越えられたなら生きていくことに勝つはず、 LINE って限界とかね、限界を超えたら自分に勝つっていうね、こう逃げ腰になってた自分がそれじゃダメだって、挑戦して限界を超えた時に本当に生きてる意味があるんだっていう、結構ねドンとくる曲でございます。
ということで、22曲ですね、2時間半とありました。まあ私自身はダブルアンコールがあると思ってたので、まあ、プラス30分とか見てたんですけども、実際そうでもなかったので早く1時間特急になりました。で今回はその本当オールリクエストという曲でございましたので、そのファンの皆さんからいただいたですね、アンコールというかリクエストにお応えして努力まいたそうです。まあ、ディーンの皆様もファンがこういうふうに思ってんだなということを非常に参考になったということで、今後にもつながるとおっしゃってましたね。本当にありがとうございます。まあ個人的にはですね、セトリはまあまずまず良かったなと思ってます。まあ正直私投票してないから言える立場ではないんですけど、まあ例えば他にも聞きたい曲があるんですね。まあ一番好きなのがティーンエイジドリームというバラードのシングル曲ですし、あとね、皆さんご存知かね、2009年発売シングルの願いという曲とかですね、あとそうだな、2015、6年に発売前回広告心というアルバムの中にあるですね、君の笑顔を感じながらとか、あと2009年の頭か8年かな、ネクストステージというアルバムの中にある、ね、明日へ蹴り出せという曲もですね、本当応援歌として、本当いい曲ばっかりありますので、またこれをいつかですね、ライブで聴けるようになりたいなと思いますし、まあ、私自身もね、気持ち込めて歌えるように頑張りたいと思います。本当ね、まあ、1年ぶりに AD の皆さんと触れ合ってですね、本当楽しかったですね。まあ、ここすね、ところ、モームスとか、スターダストレビューさん、ゴスペラーズさん、ね、足立かなちゃんとかですね、キミカさんと曲聴いてましたけど、まあ、もちろん皆さんもこれからね、興味持ち始めたところでもあるので、これからというところもあるんですが、やっぱりね、私のホームランのリーン、全部知ってるし、むしろこう首を率先してやってましたからね、まあ本当に楽しかったですし、ね、あっという間でしたね。さあ次回ね、ディーンのライブいつになるんでしょうか。これ3月末にですね、ファンクラブイベントで、温泉旅行があります。で九州は3月の末に佐賀の嬉野温泉で、ファンクラブイベントがあります。参加したいですね、私も。まあ、どうなるかわかんないですけど、参加できたら本当参加したいと思いますし、まあね、これからもディーンの楽曲とともに、生きていきます。でまた皆さんにですね、このディーンの良さとか、まあ、ディーンってこういう曲とかこういう人なんだよっていうのをご紹介をするように私も頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、だいぶですね、本当はまだいっぱい紹介したこととかいろんなエピソードあるんですが、もうご覧になる皆さんも大変だと思いますし、もう私も喋り出すと止まらないキリがなくなりますので、今回ここで、終了とさせていただきます。もう本当に拙い私の思いだけを語った動画でございますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければいいねボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。